いらっしゃいませ、こんにちは。音のレストランのメロディーシェフ、ただの直美です。いつもご視聴誠にありがとうございます。前回の動画でグラスをね、ちょっとね、楽しんでみたんですけども、早速なんかコメントの方いただきまして、バナナさんよりね、いただきました。コメントを見ると、早速ね、器でね、お試しをねしてみたらしいんだけど、音が鳴りませんでしたということなので、ちょっと鳴らし方のコツとか、あとどんな器が鳴るかっていうのを少しなんか楽しんでみようかなと思っております。はい、ではグラスは、はい、ね、ステムで、足がね、こうついてて棒がついてるグラスですね。ワイングラスとか、まあ、いろいろありますけども、これが一番なりやすいですね。まず、じゃあ、鳴らし方なんですけども、まず手をね、洗ってください。グラスってこうなぞってで、こう滑ってるように見えるんですけども、実はこう、どちらかというとこう削ってるみたいな感じなんです、感触的にね。なので、つるんと滑ってしまうと音は鳴らないので、しっかり手を洗ってみてください。はい、そしてこういう、これ洗剤をこう使わないでこう擦れるスポンジなんですけども、これを濡らしまして、ちょっとこう縁をね軽くなぞっておきます。そして指もね、濡らしてください。すると、はい、こんな感じで、お水をね入れないで、まずね、どんな音が鳴るかお試ししてみるといいですよ。はい、そしてコップはコップなんですけども、普通の、ちょっと透明なの、まあガラスだから透明なんですけども、これは鳴るかなっていうのをちょっと実験してみたいと思います。足もないしね、どうなんだ。まず、じゃあ同じように縁を濡らしといて入ってみます。まあこんな感じですね。キュッキュッしか鳴らないけども、まあこんな音でした。そしたら次はご飯のお茶碗。みんなお持ちだと思うんですけども、こちらはどうかな。ではまた縁を濡らします。はい。どうかな。なりました。普通のお茶碗ですね。グラスもそうなんですけども、薄いグラスのガラスかなを選んでいただくとなると思います。これ陶器なんですけども、陶器でもなりましたね。また陶器編ですけども、これ台湾とか中国の方で使ってる茶器のようなんですけども、これは鳴るでしょうか。
ってみます。なりました。お茶をこう注いで、なんかこう指で今のようにこう鳴らして飲むとなんか縁起がいいとかいう、器、響く杯って書いて響杯って確かいう、カップなんですけども、見つけたらちょっとやってみてください。あとはこと大きいのラーメン丼ぶりです。ちょっと水が入ってますけど、ラーメン丼ぶりなるかな。また同じで口を濡らしといて、では参ります。ちょっとなんか微妙なんですけども、なんとなくなったかなという感じで、もう一つね、違うラーメン丼がうちにあったので、こちらのラーメン丼の音はどうかな。まずまた同じで水で濡らしといて、どうでしょう。行ってみよう。コツをつかんでくると少し鳴ってきますね。こんな感じでしょうか。体がね、緊張してると音が鳴らないので、リラックスした時にやってみてください。緊張してました。はい、今度は最後に、これケーキのカバーなんですね。それでこれはちょっと指で鳴るのかな。指でね、ちょっと鳴らしたことないんだけど、やってみようかな。ちょっとキキ言ってる中に鳴ってる音があるんですけども、じゃあこちらのクリスタルボールのねマレットでちょっとやってみます。
ちょっと身近なもので音が鳴りますよっていう感じでしたが、はい、お家の、器でね、これは鳴るかなとかちょっとお試ししてみるのも楽しいですよ。ではまたのご視聴お待ちしております。